これはファンの方がくれた。両方スイッパーも抽選したら当たったからあげますって言ってくれた。嬉しい、ありがたい。ニヤもありがとうございます。可愛い、ありがとうございますね。なんだっけ、今めっちゃなんかしようと思ってんのにさ、全然何も思い出せないんだよね。どうしよう。どうしよう。あ、そうだ、思い出した。えなは、おるおるるる、おりおりりる、疲れちゃった。変なテンションで話すから。で、そうだ、今日調べよう。あ、違う、これじゃない、これでもない。高い、これじゃ、マジで一瞬でさ、今日忘れるんだよね。思いついて5秒後に忘れるんだよね。ほら、充電してんのもさ、さっきさずっと充電してたのにさ、今もまだ充電してんだよね。充電したの覚えてないから、そういうとこあるよね。今日今日なんかやるべきことは10時半からじゃん。終わった。お風呂入るタイミング間違えた。あ、入ってない。うん、やらかした。先に入ってくればよかった。自分真犯人フラグを見てるんですけど、あ、ドラマなんですよ。日曜の10時半かららしいんですけど、ちょっと今までリアルタイムで見たことがなかったの、自分ドラマ。この真犯人フラグずーっと見逃し配信で見てて、まあ2話なんですけど、まだずーっととか言ってちょ忘れてたの、間違えた。だけどこのドラマが10時半から10時25分って、もう終わってからお風呂入ればいいかって話なんですけど、今日3話目ちょっとどうしてもなんかもう気になっちゃうんだよね、途中から見始めると。リアタイしたいので、忙しくない限り今日は見ます。で、終わったらお風呂入って、今日ストレッチでもやろうと思ったのに忘れちゃったね。くしゃみでさ、あくびでした。あくびしてるときってめっちゃ垂れ目になるのね。ジージーありがとうございます。なんか毛がいる。なんか最近くしゃみだと思ったらあくびか咳っていう違うパターン、全部なんか口から出るものはあくびだと思ってる。あ、くしゃみだった、間違えた。お風呂のお湯はねありますよ。いつもね12時ぐらいにたまに入るんですよ矛盾、いつもねたまに12時ぐらいに入るんですよっていう意味わかんない話。公園の日とかはまあちょっとなんかいろいろしてたら11時半ぐらいになっちゃうので。綺麗でありがとうございます。そう、そうですね、そんな感じですね。今日は買い物に行ってきました。そう、久しぶりに何もしなかったんですよ。珍しくオフだったので。何したっけ。あ、そう、買い物したんですよ。あ、ジャージを買いました、新しい。
あ、紹介してあげようか。あ、でもしまっちゃった。あ、でも1個手元にあるよ。アディダスに行ったんですけど、こちらを買いました。チェリーです。アディダスです。布のついてます。うわ、やばい、くしゃみでそうって思ってるけど絶対違うってな感じの服です。ちょっと短い買ったやつなんですけど、 L サイズを買ったらちょうどよかったです。かわいい、ありがとうございます。あとアディブレイクのピンクを買いました。安かったんですよ。てかこの服マジで安かったんですよ。アウトレットに行ったんですけど、アナチェリーのパーカーが3000円ぐらいで、アディブレイクのピンクが3800円かなだったんですけど、安かったので買いました。イエイ、カバーありがとうございます。買い物上手。そしてこれを買いました。ブランケット、なんかブランケットないんですよ。あ、学校とかで寒いじゃないですか、もうこの季節だから。ちょっと寒さをしのぐために、そう、去年自分が使ってた毛布をパパにあげちゃったんですよ。そうだから新しいのを買いました。これはお姉ちゃんとお揃いです。色も一緒です。これは2000円、フランフランで買いました。あったかい。あとは何も買ってないかな。ハンバーガー食べて、あ、そうですよ、お姉ちゃんいました。いましたじゃない、います。バーガーはこれです。クワイナを食べました。とうとうありがとうございます。二人です、二人兄弟です。このハンバーガーは美味しかったです。お腹いっぱいになっちゃう。なんかアウトレットにこのお店いっぱいあるらしい。怖いな。アボカドが美味しかったです。あそこです、長島です。あそこも行ったことある気がするんだよね。竜王かな、近いよね、2番目に2番目に近い気がする。だから行ったことある。あの大阪の方だよね。あ、滋賀県でした。多分行ったことある。三井アウトレットパークの方に行きました。え、でもさ、まあ、ありがとうございます。え、でも次に近いでしょ、三重の。え、トキのアウトレットってさ同じ系列なの、長島と。え、竜王ってさ、調べよう。え、トキは全然行くんですよ。あ、そう、ここだよ。やっぱ
竜王ですよ、エナが言ったの。そうそう、ここここここ。あ、クワイナ出てきた。ここ行った覚えあるもん。そう、なんかその時に長島がめっちゃ混んでたから竜王に行った気がする。トキプレミアム、だってトキはさ三井じゃないでしょこれ。三井なのこれも。ほら多分違うやん。でもプレミアムアウトレットとかそういうアウトレット系に行くのの難点は、寒いっていうところですね。寒いのが苦手なので。めっちゃ寒かったってわけではないけど、普通に真冬に行ったら寒いんだろうなっていう寒さ。いや、なんか外じゃん、なんかああいうとこ外だから寒いじゃんっていう。どこもどこ行っても大体外なのにそういうこと言っちゃうよね。でもなんかアウトレット行ってもそんなにさ見るお店があるわけじゃないじゃん。行くんですけど、なんかママとかパパとかが見る店もあるじゃん。だから今日は8割ぐらい、あ違う4割ぐらいですベンチに座ってました。でも普通になんか空気が楽しかったからいいですね。で家帰ってきて家にある仕事を終わらせて爪も切ったし前髪も切った私もう何でもやっちゃったよね今日。完璧マン？もしかして、もしかしてないけど完璧マンでしょ。空綺麗だったよね。ちょっとインスタあげようと思ったんですけどやめました。毎日毎日のように私はフレンチガーリーのお洋服を調べています。そう、冬服を買おうと思って、でも一生なんか何買おうか迷ってます。インスタのリプ編をしようと思って昨日、そう、なんかそろそろやばいやばいと思ってしたんですよ昨日一気に。気づいてなかったら見てください。フレンチガーリーのおすすめはエピノですかねとか言って全然知らないの。なんだっけ、なんかねいっぱいあるんですよ可愛いなって思う店は。あ、じゃあエナが最近見てるお店教えてあげるよ。フレンチガーリーだと、でもさ可愛い系の洋服でしょ。それこそなんかバブルスとかもさ最近さね、なんかフレンチガーリーなのかよくわかんないけど靴とか人気じゃない。リルこれは違うのかな。なんかさどこからどこまでがさそのさ系統なのか全然わかんないんだよね。口に噛みついてるよ。でさカジュアルっ
とかもさ本当に分かんないんだよね。なんかむずいよね。何メロウメロンって初めて聞いた。調べますね。なんかさそのさブランドにさいろんな系統があるわけじゃん。なんかあメロンメロンって調べたらメロンが出てきたんだけど。メロンネオン。なんかでもさガーリー系の洋服だったら一緒じゃない。あこれはメリージェニー系なのかな。違うか。むずい。なんかさこのじゃあこのブランドに書いてあるかって言ったら書いてないんだよね。何系ですみたいな。あでもなんかコンセプトにほらガーリーカジュアルシンプルナチュラルって書いてあるからそういうブランドはそうなんですよ。例えば今リルってお店を見てるんですけどこのお店はコンセプトに。でもなんか写真が海外の方のフランスっぽい顔の方だったらっていうイメージはあるけどね。なんかざっくりしすぎてるし。あ違った、コンセプトかと思ったらコンタクトだった。字は書いてないわ。なんだ書いてないじゃん。いやわかんない、そういう系で判断するかな。あとまあなんかインスタのハッシュタグで調べるのカジュアルとか調べたら、でその着てる人のタグ付けあるじゃん、そのタグ付けに飛ぶのが一番早い。でブランドを探します。1つ目のだからメンバーとかの可愛いなと思った服とか普通にフレンチガーリーが今気になってるから調べてそこの服を見るっていうのが。そうそうなんだよね、どこも割高なんですよ結構。着たいなって思う洋服の難点で言えば高いっていうとこなんですよ。だから一生系統が定まらず終わるっていういつもの結果なんですけど。誰のファッションが好き？好きだったらゆずさんとかの系が好きなんですよ、見るのは。いやそうなんよ、価格系って安いんだけど遅いよね、3週間ぐらいかかるのもある。あラブリンさんとかはまあフレンチガーリーも着るしジュエティとかも着るしってイメージなんだよ。とか普通に見てて好きなのは君へ。金ちゃんかわいいなって思う。いつ着てるのもかわいいのが多い。おしゃれだなって思う人でしょ。インスタを今見漁ってます。あエゴさんの服装もかも毎回かわいいなって思いますね。あと誰だろう、なんかいつもさインスタいいね押すんだよね誰か。あおしゃれって誰だろう、見てみよう。
あ、もう全然違う人出てきた。ちょっといいね欄から探してみる。誰だろう。なんかインスタっていいねだみんな。あ、オルさん、あ、みやまるさんとか好きです私。ハートありがとうございます。オルさんとみやまるさんはいつもいいねしてる。なんか普通にスタイルが好き。アーミーは何着てる？ちょっと探しますね。え、待って、自分の写真いいねしてると思ったら違った、びっくりした。うん、アホミはエラが着れない服をいっぱい着てますってイメージ。なんかかっこいいじゃん、着てる系が。お腹見える服とかだから、な、着れないなって。あ、あやめろさんもおしゃれです、好きです。このあやめろさんの服、誰だろうなと。でもエナが好きな卒業された先輩の服が大好きです。てか何から何まで似合う人って本当にいいよねって思う。憧れる。4173大好きです、会いたい、元気かな。マジで最近会ってない、いろんな人に。243も合ってないし。え、いいね、数字で名前表せるなんて。え、本当にね、合ってないんだよね。前会ったぶりなんですよね。名古屋のライブ見てくださいって言いようかな、会いに来てください。キムちゃんに服借りよう今度。あ、ぜひ見てください皆さんも。ライブ決まったので、よかったらぜひ。さんはもうパジャマを着てたい、ずっとパジャマしか勝たんくね。そういうのは本当はジャージとかで外出れるような人になりたい。かっこよくない、そういう人、おしゃれに着こなして。でも自分が着ると寝間着ですかってなっちゃうから、外に出れないんで。だから鼻かゆい。でも
ファンの方からもらった服着てますよ。この前もトップ買いで着たし、去年も着たし。でもあんま服って届かなくない？わかんない。なんか そうだからスウェットの上下を買ったこの前。それでこの前コンビニ出た。で、あだから今日のジャージも外出れますよ。サイズは M ですね、基本的に。あの肩幅がでかいので。破れ系は送られてこない限り着ないですからね。本当に言うのは風邪ひくから本当にね。リアルな話を言うと、そう寒くて風邪ひいちゃうから。韓国の服でも M 着てますよいつも。日本にさ売ってる韓国通販とさ韓国に売ってるものって一緒だよねきっと。だから M 着ます。あ夏でも着ないですオフショルは。ということでありがとうございました。ペコまた会いましょう。ドラマを楽しみます今日は。またね、バイバイ。